お母さんこっち向いて。え？写真撮るの？笑って笑って。ニコ。いいね、素敵よ、美人さんね。もういいかしら。よくないよ、お母さん動いてよ。え？動画撮ってるんだから。写真じゃないの？動画でした。早く言ってよ、もう写真だと思ってたわよ。おやおや、さ、寝ますよ。まだ撮り足りないんですけど。また今度。ほら、お布団に入って。ちえー、へい、今夜のお話は何？じゃあ花子、こんなお話にしましょう。動画撮影。大学時代の夏休み。なあ、心霊動画作って投稿サイトにアップしようぜ。友人の大石がある日そんなことを言い出した。俺、ビデオカメラ持ってくるから。ああ、いいよ。俺と大石ともう一人、友人の遠野の三人で山の中へ出かけることにした。どんな動画かというと、俺と遠野が心霊スポットを探索。そこに一瞬女装した大石が画面に映り込むも、俺たちはそれに気づかないで動画をアップするという筋書きだ。今考えるとしょうもない内容だが、その時の俺たちはノリノリだった。しかし3人ともビビリだったため、本当の心霊スポットではなく山の中へ行ってそれっぽく撮影することにした。車で夕方出発し、適当に山道を走っていると、いい感じの場所を発見した。資材置き場の先の森の中にボロボロの小屋があるのを発見。ここでいいんじゃね？え、ここに俺一人で待機すんの気味悪いよ。言い出しっぺはお前だろ。しばらく車の中で待機して、完全にあたりが真っ暗になった頃、さて、そろそろ着替えるとしますか。遠野が姉貴の服を無断で持ってきた。大石がそれに着替え小屋へと向かう。俺と遠野はでっち上げの心霊スポットの話をしながら撮影開始。まず10分ほど適当に録画して、本命の釣り部分の撮影を開始した。俺と遠野はビビる演技を入れつつ、大石が隠れている場所へと近づいていく。やばい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 。小屋の陰からいきなり飛び出してきた。必死に走り去る大石。俺たちもびっくりして追っかけた。なんだよ大石、おい待ってって、どうしたんだよ。早く車出せって、ここはやばい、早く逃げねえと。わけがわからなかったが、急いで車を走らせた。舗装した道路にもう少しで出そうという時、うわ、大きな音がした。車に何が起きたか確認するために停車すると、そんなの後でいいからとにかく進め、ここはやばい。そう言うから仕方なく車を出そうとしたら、おい、あれ。俺は絶句した。暗闇の中、森から大勢の人がこっちへ向かって歩いてくる。20人ほどいただろうか。全員うつむいたままゆっくり歩いているように見えたのに、意外な速さで接近してくる。早く。しばらく走っていると、遠くにドライブインらしき明かりが見えた。とりあえずあそこに入るか。ドライブインの駐車場に停めて、大石に事情を聞いた。話すから、とりあえず着替えさせてくれよ。そういえばお前、その格好。やっと緊張が解けた。自販機でコーヒーを買い、話を進めた。つまりな、お前たちが来るまで小屋の裏で待機してたんだけど、人の声がしたからさ、てっきりお前たちだと思って打ち合わせ通り小屋の窓のところに移動したんだ。でもいつまで経っても二人が来ないから様子見に行ったんだよ。そしたら道の真ん中に頭ボサボサのばあさんが立ってて、すみません、撮影するんで少しの間そこからどいてもらえませんか。ばあさんはニヤニヤしたまま何の反応もない。もうすぐお前たちが来るし、ちょっと焦って、ちょっと2、3分でいいからどいてくれませんかって言ったら、いきなり腕を掴まれて
引っ張られたんだよ。何するんですか。ばあさんなんて思えないほど力が強くて、ずるずる森の奥の方へと引きずられちゃったんだ。しかも森の奥からは人がたくさんこっちに歩いてくるし。おい、やめろよ。危ないと思ってばあさんをなんとか突き放して逃げたんだ。とにかくさっきのは普通じゃなかったよな。ああ、釈然としないが、時間も遅かったし、その日は解散した。その数日後だ。俺が別の友達と朝までカラオケに行って、朝の5時頃に自転車で帰っていると、大通りの反対側に大石がいた。奴は両手でお盆を持って、その上に水の入ったガラスのコップを乗せていた。あいつ何やってんだ？おい、大石、何してんだ？反応がない。そのまま奴は十字路を曲がってどこかへ行ったんだけど、その日の午後2時頃。はい、もしもし。あ、今から会える。電話じゃ説明が難しいからうちへ来てほしいんだ。だって。大石の家に着くと遠野もいた。まずこれを見てくれ。あの日録画したやつなんだけど。その動画、なぜかずっと車内のシーンで後部座席から撮られたものだった。動画が始まって20分間俺たちが無言のまま座っている姿が流れ続けた。その後、後部座席にいた大石がドアを開け、外に出て姿が見えなくなった。さらに5分後、俺と遠野も車の外に出て行って、誰もいないシーンが10分ほど流れた。ちょっと一旦止めるね。どういうことだ。なんだこれ。俺たちあちこち山の中を録画して回ったよな。どう思う。どう思うと聞かれてもどう答えたらいいのかわからない。俺たちの記憶と全く違うんだから。そうだよな。でさ、この後の映像も変なんだよ。さっきの続きをさらに 4,5 分見ているとすると、車の前方に人影が見えた。人影はどんどん車の方へと向かってくる。こいつだよこいつ。俺の腕掴んで引っ張ったの。その人影は例のばあさんだった。ばあさんは車のボンネットに手をついてニヤニヤと笑いながら車内を見た後、元来た道へと戻っていった。その直後、俺たちが騒ぐ声が聞こえた。やばいやばい。何が起きたかわからないまま動揺している俺と遠野が映っている。そこは間違いなく俺たちの記憶と一致する映像だった。一つを除いては。なんで大石助走してないの。映像の中の大石は着替える前の状態だったんだ。わけがわからない。あのさ、あと今日の出来事なんだけど、俺昨日の夜寝て気がついたら今朝なぜか川の端のところにいたんだよね。でさ、俺お盆の上に水の入ったコップを乗せて立ってたんだ。無意識にだよ。あ、俺その時のお前見かけたぞ。声かけたけど気づかなかったろ。本当？俺わけわかんないまま家に帰ったんだけど、急にこの動画を見ないといけないような気がして、で見たらこんな感じだったから、お前たちにも見せた方がいいかなって思って呼んだんだ。この動画のメモリー、このままにしておくのやばくね。お祓いとかしてもらった方がいいんじゃない。みんな同意見で、早速近所のお寺にビデオカメラとフラッシュメモリーを持って和尚さんに見てもらった。これしばらく預からせてくれないか。お寺にメモリーを預けて、その日は解散したんだけど、翌朝気づけば俺は地元の大きな川の橋の上に立っていた。俺どうしてここに。そして隣には放心状態の遠野がいた。俺も遠野も手には水の入ったコップを乗せたお盆を持っていた。遠野。あ、俺今何してた。ここどこ。遠野も気がついたらここにいたらしい。大石に連絡して3人でもう一度昨日のお寺へ向かった。事情を話すと、
和尚さんがお守り袋を3つ持って戻ってきた。3人ともこのお守りを1年間肌身離さず持っていなさい。そしてこの出来事は忘れなさい。そうすればもうこんなことは起きないはずだから。あとフラッシュメモリーだっけ、これはうちで預からせてほしい。それでいいかな。はい。一体何が起こってるんでしょうか。どうして君たちが無意識に水入りのコップを持って外にいたのかだけど、おそらく3人とも山で呪いのようなものをかけられたのだろう。その事実の続きを相手が川を使って君たちへと送り込もうとしていたんじゃないかな。そっとした。川を通ってやってくる呪いの受け口がコップと中に入った水らしい。俺たちは無意識に誘導され、家でコップに水を汲み、呪いを受け取りに川へ行ったわけだ。和尚さんはもし呪いを受け続けていたら無事では済まなかっただろうと言っていた。もらったお守りに大した力はないらしいが、俺たちの居場所を相手にわからないようにすることができるんだって。1年もすれば呪いの痕跡自体が消えるため、もう操られることもないんだそうだ。山で見たのが人間だったのか、それ以外のものだったのか、和尚さんは見当がついているようだったが教えてくれなかったし、俺も追求しない方がいいような気がした。和尚さんに言われた通り、お守りを今でも肌身離さず持っているからか、あれ以来俺たちにおかしな出来事は起きていない。はい、おしまい。呪いが川を伝ってコップの水で受け取る、そのような樹式が存在するのでしょうか。なんとも恐ろしいお話でした。よく過去のわだかまりをなかったことにする意味で水に流すと言いますが、その語源は精神と体の汚れを川に流して清めるという習慣から来ているんですよね。つまりみそぎのことです。もしかしたら川に流れてきた汚れ、つまりこのお話の中であれば呪いをコップの水に移すということなのかしらと考察してみました。真相はどうでしょうね。ではおやすみ花子。皆さんもおやすみなさい。